小川重次郎大正14年は、日本の法学者、官僚。品の国上田城下で、上田藩囲、金子草原の次男として生まれ、明治維新後に、旧小諸藩伴士、小川直行の養子となる。上田藩校明林堂の後進校、松平学校を1877年に卒業後、上京。1884年、旧正東京専門学校法律学科卒業。 1886年、東京帝国大学法科大学終了。東京帝大専科在学中、穂住信主の指導を受けて、監獄制度に関心を持つ。1906年8月8日、法学博士法授与内務省刑法局監獄課に属し、ドイツに留学し、監獄状態を視察。1897年に、警視庁天国となる。 韓国法制定においては寄礎者を助け実務を担当した。1905年、未成年者に対する刑事制度の改良についてで法学博士となり、東京帝大などで韓国学の講師を務めた。1908年、新国政府に招かれ国政改革を4年間指導。帰国後、1913年に大阪府の救済事業指導職宅となり、 国立館会員委員長事務取り扱いを経て、1918年に方面委員制度の確立に尽力した小川茂次郎像。ありがとうございます。